こんにちは、オルカチャンネルのケンタです。今回は、プルアウトの人かき部分のポイントをご紹介していきます。参考になる選手は、日本のレジェンドスイマー、北島康介選手です。強い推進を生むためのプルダウンの方法として、まず、ストロークの形が平泳ぎのプルではなくて、バタフライのストローク、つまり、プルとプッシュがあるというイメージを持つことが重要です。プルの力を最大化するためには、肩から胸を通過する際に、肘を曲げた姿勢を作ることを意識すると、推進力が得られやすくなるはずです。 また、抵抗を減らすために、肩をすくませて、首を埋めるイメージで、猫背姿勢を作ると、前方からの抵抗が減るので、取り入れることを推奨します。そして、どの局面でもそうですが、手は体から離さないことは忘れないでください。また、くの字姿勢になると、体の傾きによる抵抗が増えるので、注意してください。この動画が参考になれば、ぜひチャンネル登録、いいねお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。